えー、今年で30歳、SIR 勤務、機構の子出しの男性です。柏原、ニューヨーク在住、えー、ニューヨーク駐在を出しにされました。トイックは750点で英語喋れず、業務内容は初めての内容です。何ばかりですが、奥さんも承諾してくれたので挑戦したいです。えー、会社のお金で海外に部屋に住めるし、履歴書も華やかになると思います。奥さんと海外に住んだら休日は新婚旅行の延長考えで楽しいんじゃないかと思っています。英語も業務知識もないも駐在員になる決断間違ってると思いますかいいえ。基本的には SIR であれば、英語喋れなくても何とでもなります。 あコードが読めてあのコメント書ければ、あとはあの Google トランスレートでいくらでもな,なんとかなると思います。